こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はアナハイムガーデンウォークへという話です。お孫ちゃんが習い事でチアダンスをしています。チアダンスの出演がありましたので応援に行ったという、そういう内容であります。場所の方はね、アナハイムガーデンウェイというところで、行ったことはありませんでした。ですからね、 Google マップで、どの辺なのかなというふうに調べていたらですね、なんとディズニーランドの横でありました。ということはもうしょっちゅう行っている場所ですね。ですがね、このモールに来たことはなかったということだったんですね。さてね、モールの方を入ろうとしましたら、すごい駐車場の列でですね、やっとの思いで駐車ができたという、そんな感じでありました。まあね、休日ということでね、皆さんこういったところにねいらっしゃってるんじゃないかと思います。またね、今日は、日本の、催し物ですよね。いろんな日本の、食べ物がですね、この広場で売られているということで、もう人はねめちゃくちゃごった返してましたね。そんなようなね場所で、チアダンスをね披露するということで、そこに、お孫ちゃんが出演するので、ね、もう家族総出で応援に行ってまいりました。でこのアナハイムガーデンウェイなんですけれども、私ねあんまり、どういう場所なのか全然わからなかったんですね。それで、我々がよく行っているデルアムファッションセンターと同じような場所じゃないかなというふうに思ったんですが、我々がしょっちゅう行っているデルアムファッションセンターの方ははるかに広くてですね、こちらはすごく狭いエリアに、いろんなねお店があって、もうご覧のようにね、どちらかというと狭い場所にぐちゃぐちゃっとあるような、そんな場所でした。で周りはもちろんディズニーランドですが、このディズニーランドに来る人の、ホテルもねいっぱい周りにあるようで、そういったお客さんの、ターゲットでできたようなモールなのかなというふうに勝手にね推測はしております。ですからね、ディズニーランド来た人でアナハイムに、ホテルを取るといった場合、ここまで来ればですねいろんなレストランがありますね。でそちらでね食事をすることができると思います。でディズニーランドの中でももちろん食事はできるんですが、行ってみればねこういったアトラクションなる、遊園地の中ですからね、非常にお高いしそれほどっていうような内容なので、こういったねすぐ近くで、食事をとるというのは、悪い選択ではないかなというふうに思いますね。でお店もね、中華料理、例えばビエフチャンとか、それから、ダウンタウンにもありますねロイズという、これハワイアン、これ日本人シェフがやってるところですが、そういったねレストランとか結構いろいろありますのでね、何日かディズニーランドが来てディズニーランドの中でも食事は飽きたなという人はあれば、こちらにね来ることが可能ですからね、こちらで食事をする、また、ショッピングをするっていうのがねありかなというふうに思います。今日はね今までになく非常にいい天気でした。ただねここアナハイムと我々住んでる場所全然遠いのでね、ロサンゼルスといっても、全然天気が変わったりしますので、今日はねたまたまいい天気だったということで、このね青い空が本当にカリフォルニアの青い空だというふうに私は思っているんですけれどもね、今年はねどうもその天気が悪いという、そんなことをね毎回お伝えしてると思います。そんなわけでね来たことがなかった、モールではあるんですが、こういったところがねあるんだなというのが、20年も経ってねやっと分かったという、そんなようなね状況でありました。今回は日本の、食材お店がですねいっぱい出てたんで日本人の方が多いかというとご覧のようにそんなことはなくてやはりねこの辺に、住んでらっしゃるお客さんの方が多かったかなというふうに思うんですけどね、とにかくね非常に混んでいたそんな、モールではなかったかなというふうに思っております。今ラーメンブームですからねラーメンもあったし、それからね、焼肉とかたこ焼きとか、いろんなね日本のお店がね出店されていましたね。こうやってね日本食がこういったローカルの方々にもね知ってもらう、そういう、催し物だったとは思うんですけどね。ただねもう20年前から比べればね随分日本食って地位をね、不動のものにしてるというふうには思いますね。最近はね、ラーメンブームということで随分ラーメンありましたけどもね、そんなアナハイムガーデンウェイでした。そしてね駐車場も出るにも大変でしてね、やっとの思いで駐車場に、出てまいりました。そしてね標識に従って、これからね、帰るということで、ナビをセットしまして、今帰るところなんですけれどもナビはねもうほとんどこの蓮向かいにディズニーランドがあるのでもうディズニーランドから帰るということと全く同じでしたね。そんなわけでね、今回は、お孫ちゃんのねチアダンスの応援に来たということだけだったんですけれども、この後ねちょっといろいろと別の応用もありましたので、家族にはね、すぐに帰るねということで、この後ねすぐに、帰るというそんなようなね、状況でありましたけれどもとにかくね見てください。もうめちゃくちゃねこのアナハイム周辺、ディズニーランド周辺ですよね。もうね車が動けないほど大変なことになってますね。観光地ですから仕方がないというは仕方がないんですがねご覧のようにねもう道塞いで前が行けないような、そんなね、ところでやっぱり休日はねこういう観光地は大変ですね。今まであんまり、土曜日曜ってあんまり外に出なかったんですけれどもね、今回はこういった事情がありましたのでね、来てみましたけれども、この混みようということで、やはりねこの辺休日は混むんだななんてそんな風に思いました。そんなこんなのアナハイムガーデンウォークへというお話でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。